今週のクックハンドは埼玉県産のお米彩の絆を使ったお料理を紹介します。彩の絆は甘みと旨みのバランスが取れた様々な料理によく合うお米です。食べたらきっと好きになるもっちり食感彩の絆。子どもも喜ぶ食感が楽しいルンルンおにぎり、にぎちき巻きです。この料理は川口市のお惣菜十番が提供してくれたレシピを使って調理します。彩の絆の美味しさを引き出す料理を彩の絆イメージモデルの松原玲香さんと一緒に作っていきます。松原玲香です。よろしくお願いします。まずはじめにお肉を切っていきましょう、はい、今日はねおにぎりの上に乗せるので形をねちょっと整えましょうか、はいはい、で今日は皮を取ってあります、はい、で油も取ります。で食べやすいようにそぎ切りにしていきます。こういうふうにね。でだんだんこっち行くと熱くなっていくので、はい、そしたらこういうふうに そぎ切りじゃなくて包丁を縦に切っていけばいいです。で切れたらお皿に入れて、はい、お酒を、はい、お酒を振って、全体を絡めてください、はい、こうやってね揉み込むと今こうやって水分があるでしょ、はい、よくこうやって揉み込むとお肉が吸ってくれるのでキュッ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 って揉む、キュッ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 、じゃあね水分がなくなってきたので、はい、ここで全体に塩を振ります、はい、これはねお肉の旨味を引き立たせるようなお塩加減でしてください、はい、ちょっと軽く水気を、そうですね水気だけを拭いて、そうしたらこれを、粉をつけていきましょう、はい、粉をまぶして、はいはい、余分な粉をはたいて、はい、卵通してパン粉つけていきましょうか、はい、じゃあ玲香ちゃんがつけてくれている間に揚げていきますね、はいはい、お願いします。180度の油で揚げていきます。それでは私揚げてるので、はい、れいかちゃんはタルタルソースを作ってください、はい、今日卵の黄身で覆われてるんですけど白身はみじん切り、はい、黄身は軽く裏ごしてます、はい、そしたらここにマヨネーズ、はい、たくあんも粗みじんにしてます、はい、でお塩はちょっと入れてください。はい、わかりました。ここが今日のポイントです。タルタルソースって玉ねぎのみじん切りを入れたりするんですけど、はい、このたくあんを使うことでポリポリとした食感が楽しめます。では揚げている間におにぎりを作っていきましょう、はい、今日はねご飯にごまをまぶしていきます、はい、はい、じゃあ混ぜてください、はい、よいしょ、はい、で全体に混ざったら、はい、おにぎりを俵型に作っていきます。俵型、はい、はい、ミニおにぎりを作っていきますね、はいはい、ラップに入れてで俵型に、あまり大きいとね確かに食べるのとっても大変になるので、まあ、2口ぐらいでいくような感じにしていきたいと思います。じゃあこのようにねカラッと色よく揚がったので、はい、取り出していきます。サクサクですね。サクサク見るだけで、ね、じゃあ仕上げていきますね、はい、先ほど握ったご飯に、はい、上にタルタルソースを乗せます。今日はとんかつソースを塗ってあります、はい、これを乗せて、まあ、好きな人は両面でもいいですよ、はい、で海苔を巻いていきます。うわすごいね、すごいボリューム、はい、じゃあもう一つは、はい、やってます。作ってみてください。こう言ってましたよね。そうで巻きます。巻きます。で今日は付け合わせに
桜大根の漬物と野沢菜ので飾って出来上がりです。はい、はい、できました、はい、美味しそうです。出来上がりです。ではネギチキ巻きをいただきます。はい、ちょっとグラス でいっちゃいます。ね、ご飯が少なめなんですけど、揚げたお肉とかで結構ボリューム感があるから、すごいボリューム感が、ね、でも大きいお口をしてガブッといってみてください。いっちゃいます。はい、そっちかもしれない。うん、このサクっていうのはどっちのサクなんだかね。うん、カツがサクサクなのもですし、はいはい、そのとろっとしたタルタルソースと あとご飯のもちもちと柔らかい感じがもう全部欲しいところ詰まってるみたいな、なってて、海苔もサクサクだったんで、うん、美味しい。なんかしっとりしてもなんか美味しい気がしました。あ、そうですね、パリパリもいいですけどね、うん、このまま置いといて、もうこれお弁当に入ってたらもう嬉しい、すごい嬉しいと思います。お子さん、はい、一口食べたいけど、うん、ボロってなりそうなので、はい、この辺で後でゆっくり食べてください、はい、ゆっくり食べます。ということで皆さんもよかったら作ってみてください。